陽光は日本原産の交雑種の桜で愛媛県に在住していた高岡正明が天木吉野と寒飛桜を交雑させて作出した幸い品種である。別名陽光桜。1981年に種苗法により登録。高岡正明は第二次世界大戦中に学校教員であったが戦後、 戦死した生徒たちの冥福を祈って各地に桜を送ることを思い立ち、環境適応能力が強い桜を作出すべく、25年の試行錯誤の後に、寒さに強い日本のソメイヨシノに由来を持つ、アマギヨシノと台湾もしくは、日本の暑さに強い寒気桜を交雑させて、誕生させた。樹形は、広玉五条で、ソメイヨシノより早く咲き、花は一重で大輪。 鮮やかなピンク色となるのが特徴。天狗層病や病害中に強い受精強権な主とされる。2013年、シンガーソングライターの赤根沢ゆめるが、陽光の誕生秘話を後世に伝える音楽プロジェクトを開始した。2015年2月に、トクマジャパンからシングル、ステイ桜の花のように、2018年5月にシングル、風になって花と踊ろうをリリースしている。 2017年12月、東京、豊洲で行われた第4回新人監督映画祭の昌平部門で、赤根沢が初監督を務めたインディーズ作品、陽光の木の下で、が上映された。2015年には、笹野隆史主演で、高岡正明が陽光を誕生させる物語を描いた映画、陽光桜、陽光ザチェリーブロッシュサムマイナスが公開された。AB 陽光玉、 森林科学園桜データベースハット a b e o c 日本儀の海桜図鑑博多園業初代社長、江戸悲願とソメイヨシノを親とする園芸品種。ソメイヨシノの起源に関する研究を続ける中、1957年に竹中要が作出した。洋光桜の父、初代高岡社長の検証費が立てられました。博多の使用2 0年十月九日洋光桜。 学名、プラニスカンピガラタヨーコザキフラワーパーク、桜陽光コ森林総合研究所陽光コ桜用、コ桜高東農園インク、産経デジタル、クリップボード、赤根沢夢る、陽光コ桜テーマに、新婦戦後70年、平和のシンボル、産経ニュース、2019年1月14日閲覧、陽光コ桜、陽ーコザチェリーブロッサムヤフルジャパン映画、 ありがとうございます。